さあ続いて登場は川口らがチーム1投目から投げ込んできた石くん、トップエリアでしたが、さあハンドルからのスタートとなった。さあこちらの方向からだと若干下り傾斜しているでしょうか。さあビスケと地面の差が広がるといったところで、いつもとちょっと違うといった感じの、さあジャンプをするが、これも少し届かずといったところ。先を取り直して第3投目、残りが20秒。さあここはアンハイザーを使ってくる、いいでしょう。ロングエリアでファーストコンタクト成功、カウントダウンが入る。5秒4 3 2 1。なんとラスト投げれず。さあワンキャッチでのポイント8ポイント。